金曜雲目の白オルナータは、足長雲かの雲。細長い足を持ち、生体は網を張らずに昆虫などを捕らえる。体長は、メスで8から10ミリメートル、オスでは6から7ミリメートル。東京部は、高褐色で、中央はやや暗い色。ふわしは黄色で、軽節など何箇所かの末端部が黒くなっている。ふわしには鋭いトゲ状の毛が多く並ぶ。腹部は長卵形で、 小中戦争に前後に分かれた黄色い斑紋があり、その周囲が赤色で縁取られ、美しい。ただし、アルコール標本では退職し、白っぽくなる。日本では北海道、本州、四国、九州から知られ、国外では韓国から知られる。里山から山地まで林道や渓流沿いに見られ、樹木の葉裏で発見される。足長雲かは、縁毛を張る雲の群であるが、 この雲については長らくその網も獲物の捕獲法も観察されなかった。現在では生体は網を張らないことが知られている。三例、ないし四例の妖精までは水平炎網を作ることが知られている。生体は昼間は歯裏に潜み、夜間に活動し、葉の間に荒く引いた糸にぶら下がり、接近する昆虫や雲を長い不足で引き寄せるようにして捕獲する。 クモは刃先に糸を張り、そこにぶら下がるようにして、獲物を待つ。この糸は、少数ではあるが、縁号の縦糸の形に似ており、これは、縁号の横糸が省略された形ではないかと、深海は指摘している。この糸を辿ってきたクモや、その糸の周りに接近した、飛翔昆虫を捕獲するものとしている。本種の所属する、アズミグモ族には本種の実が含まれる、単形族である。 ヤギぬまはこの属にもう一種、キヌキリりぐハーベプランテイスセラサズを含めているが、現在では、この種は、サラグモかとされている。なお、和名については、金曜雲の意であるが、特に金曜に関わりはない。土曜雲が、土曜の雲であるのを知った上で、戦国康之助がそれを、土曜雲と見て、土曜があるなら、金曜があっていいとしてこの雲にこの名を付けた、とされる。 ヤギヌマ P77 深海 P171 深海 P171 池田ほか P86 から87小野辺町 P327 土曜雲続はメタである。だが、九和名で土曜雲は土曜鬼雲なので、ここではこの種のことと思われる。池田編集 P85 ありがとうございます。